第2回トライアンフカップ枠入り完了。スタートしました。まずまず揃ったスタート。さあ先頭は2番のワールドワンダー、2番手1番ニューフロンティア、2頭が先団を形成。3番手3番朝木夢見氏、その後ろ1馬身切れて6番のマキシムハピネス、内の方から4番パワーメーカー、しんがりからは5番の安月健康が行く形で、まずは1回目の 3,4 コーナーへ。先頭1番ニューフロンティア、リード 7,8 馬身まで広げて、そして大きく離された2番手単独で2番のワールドワンダー、そしてそこから1馬身半ほど切れまして、3番朝木夢見氏、その後ろから4番パワーメーカー、内から5番の痩せすぎ健康、しんがりからは6番のマキシムハピネスが追走する体制。まず1回目のホームストレッチ、先頭からおしまいまではおよそ 12,3 馬身ぐらいでしょうか。もう一度先頭から、先頭1番ニューフロンティア、リードは7馬身圏内、そして2番手の位置2番のワールドワンダー、これが追走する形。雨が降っています。おばばばの発表、栗波競馬場。ちょっと前が早いんでしょうか。3番手、6番のマキシムハピネス。内4番パワーメーカー。後方は2頭、5番安月健康。そして外、しんがりから3番の朝木夢見氏。末足にかけてここにいます。さあ、先頭は1番のニューフロンティア。リードは5馬身ぐらい。そして2番手、2番ワールドワンダー。外6番マキシムハピネス。最内をついて4番のパワーメーカーが単独2番手まで押し上げていって、後ろ2頭変わりません。3番朝木夢見氏と内から5番の痩せすぎ健康。さあそういった隊列の中、 3,4 コーナー中間点へ。先頭は1番のニューフロンティア、しかし4番のパワーメーカーがかわして4コーナーへ。さあ先頭は4番のパワーメーカー、しかし外から1番ニューフロンティア、楽な手応えでこれが抜け出した。3番手の方、内2番ワールドワンダー、外6番マキシムハピネス、間から3番の朝木夢見氏、しかし先頭これは決まったか。1番のニューフロンティアだ、ニューフロンティア、2番手は2番ワールドワンダー朝木夢見氏、しかし先頭1番ニューフロンティア、余裕シャクシャクゴリ、これは強い。1番ニューフロンティア花を奪ってそのまま4コーナーから抜け出して強い押し切り勝ち。2着争いは接戦、しかし先頭1番のニューフロンティア、これは1着です。